こんにちは。では始めていきます。中学卒でもわかる憲法ですね。まず憲法というのは多分皆さんにとって馴染みの浅い学問ではないでしょうか。まずね、民法というのは私人間のトラブルでございますので、普段よく目にしたり耳に聞いたりね、よく馴染みの深い法律ですけども、憲法というのはなかなかね普段出てきません。つまり国家と個人、国家と私人のトラブルです。これを解決するのが憲法でありまして、なかなかね一般大衆の目には出てきませんけども、まあ、試験においては、まあ、大事な科目でございますのでね、しっかりやっていこうと思います、ね、まずね、はい、ここにありますね、憲法というのはね、これ、はい、基本的人権というのを聞いたことがあります。皆さんたち中学校3年生1学期の公民の授業で、人権、基本的人権、生まれながらに人はね、当然に持っている権利ということを聞いたことがあります。どういうことかというとね、例えば皆さんたちは猿でもございません、犬でもございません、ね、鳩でもございません、人間として生まれてきました。人間として生まれてきたら、ね、生まれてきて、ね、何の社会の役に立たなくても、ね、そのまま、生きていく権利、生命が保護されています。例えば生まれたばかりの赤ちゃんを、ね、ナイフで、ね、殺害、傷害させた場合に、その犯人の方は殺人罪、保護責任者遺棄致死罪や、ね、もしくは、傷害罪とかの、ね、犯罪になります。つまり刑法で保護されています。法律で保護されています。こういうふうに生まれながらに当然によっていろんな法律で、ね、保護されていることを基本的人権と言います。鳩や、ね、まあね、猫とか犬とかは確かに動物愛護法とかはありますけども、人間みたいにきちんと、ね、した保護を受けてません、ね、ここが違いです。いいですか。で、はい、その基本的人権の中には、まあ、いろんな、ね、中身があります、ね、ここにあります。自由権、参政権、社会権、その他にもあります。その他の人権があります。試験においては自由権、とても大事です。この自由権がね、自由権の中にも2つ分かりますね。それもやっていきます。まあ、ごちゃごちゃ書いてあるところちょっと省いてもらって、はい、自由権というのは憲法の中で最も古い、最も一番最初に大衆に認められた権利でございます。18世紀からもう出ておりました。国家からの自由、これ何を言うかとね、国家というのは権力、国家政治権力というのはとても強いです。例えば日本の国家権力という政治家というのはあまり権力は強くないんだけども、ね、旗から見てよその国を見てみると、ね、例えば北朝鮮、ね、独裁国家です、ね、または、ね、専制国家である中国共産党、ね、どうですか、かなり国民の人権を弾圧しませんか。中国共産党なんかは習近平の私生活を暴いた、ね、出版をした香港の会社の社長を摘発、ただそれだけでね、表現の自由、出版の自由が認めてません。権力者の悪口を言っただけで処罰されます。香港で、ね、共産党の悪口を言っただけで今処罰されるんだと。国家安全維持法というね、昔日本にあった治安維持法、1925年にね認めできた治安維持法と全く一緒なんですけども、こんな感じに国家権力では強いです。その国家権力が人を、国民をいろんなその法律によってね、治安維持法みたいな法律によって制限します、自由を。これを制限しちゃいけませんよっていうのが自由権です。だからね、日本は中国とか北朝鮮と比べて国民の、ね、権力は大きいし、政治家のね、日本国の政治家の権力は弱いです、ね、これはね、国民の自由が、自由度が高いってことです、ね、これが自由権です、ね、はい、自由権のためには、自由権を得るためには国家権力を制限して、国家の日本の政治家の権力を弱くして制限することによって国民の権力を広げていくという役目がありますね、はい、じゃあ次いきます。参政権、これは、ね、
自由権の後に出てきた権利です。自由権が認められた。国民の権利は強まった。はい、国民の権利が強まったら国民たちはどうなるか。俺たちも政治に口出しさせろ。俺たちの中から政治家になれ。ね、成り上がりたいという人が出てきます。そういうふうな人たちの保障をしたのが参政権です、ね、国家への自由です。国民が国家へ参加していく自由です。これが選挙権、非選挙権、ね、聞いたことも。政治家、どんな政治家を選ぶか、選挙によって。どんな政治家ね、アホな政治、ね、不必要なね、下手な政治をした政治家を処罰する、もっと言うとリコールする権利ね、解職する権利、こういうふうな権利が国民にはあります。リコール権、選挙権。それともっとそれを飛び越えて、国民自らが政治家になる、立候補する権利も認められてますね。こういうのを選挙権、参政権と言います。はい、そして20世紀一番最近に出た権利ね、これが社会権です。皆さんたちは日本史の授業で1919年ドイツワイマール憲法というのを聞いたことがあると思います。ドイツのワイマール憲法によって世界初社会権というのが生まれました。社会権とは何だ。ここに書いてます。国家による自由。これは今までの参政権、自由権というのは国民から国家へ対する要求だった。しかしこの社会権は逆です。国家から国民に対する奉仕でございますね。まあ、社会権ってね、難しいけど、どんなのって言うと、憲法25条に生存権、ね、あります。国民は健康で、ね、健康で文化的な最低限度の生活をする権利があると言います。これが社会権です。何を言ってるか、この言葉。抽象的です。簡単に言うと、生活に困っても日本人は餓死することはありませんよという権利です。生活に困ったら日本国政府から国民の税金から生活保護をもらう権利です、ね、生活保護結構もらえますよ、ね、はい、多少の制限はあります。車に乗れないとかね。しかし住むとこと、ね、クーラー、ね、暑い寒いに、ね、耐えきる部屋、テレビも認められてます、ね、こういうのね、権利です。貧者に対する権利ですね。これ日本国の生存権や労働基本権、そうです。労働者はね、今まで資本家から虐げられてましたよ。労働者にはストライキをする権利、団結する権利、労働者でね。それで団結した労働組合が使用者と対決する、協議する権利が認められてますね。はい。まあ、受益権、ね、裁判を受ける権利。まあ、これはね、ちょっと見とってくださいね。そんなに試験では出てこないかな。はい、そして先ほど言いましたね、住権、一番大事、試験においてね、この中に3つあります、分類されます。精神的自由権、経済的自由権、そして人身の自由があります。はい、この中で試験において大事なのは、一番上、精神的自由権。これは司法書士、そして行政書士、ね、そして公務員試験に毎年どこかで出てますからね。出ないことはない。しっかりやっていきましょう。憲法の10条以下からね、2条ぐらいまでかな、が精神的自由権ですね。そして、精神的21条ですね。21条までが精神的自由権です。で22条から、まあ、30条前後ぐらい、30条ぐらいまでが経済的自由権です。この経済的自由権ってどんなのかですね。例えば、私有財産を持つ権利ね、29条で。自分でお金をね、働いて貯金する権利。この私有財産。例えばね、具体的な話で、皆さんたちは貯金をしてます。貯金をするときに、これ税金引かれてますか？皆さんたちは収入を得るとき、会社から給料をもらうとき、商売で利益を得たときに、所得に対して国から税金を引かれてるけども、このね、例えばこれを銀行とかに預けます。貯金で、貯金の元本には利息は金利はつきません。あ、税金はつきません。利息10万貯めてね、まあ、例えば100円利息が出たら、その100円にはね、税金つきますけど、元本にはつきません。これは私有財産、自分で貯めることを国が認めてるんです。
これは日本国憲法の経済的自由権。あとは自分で仕事を選ぶ職業選択の自由というのは憲法22条に書いてます、ね、どう移住移転の自由、江戸時代だったら、はい、隣の県に行く、東京から大阪に行くのに関所でね、許可を得なきゃいけない。今自由に行きます。外国だって自由に行きます。パスポート取ればね、うん、制限がほとんどございません、ね、これが経済的自由です、ね、で職業選択、例えばね、江戸時代だったら農民の子で生まれたら農民にしかなれないんですよ。どんなにその子が能力が高くて頭が良くて人望があっても武士にはなれなかった。これが身分制度、これがなくなったんです。身分制度を打ち壊したのが憲法22条の職業選択の自由です。しかしここでよく勘違いされるのは、まあそこの項目でまたやりますけども、この職業選択の自由には本人の努力がつきなんです。いいですか。例えば私はね、裁判官になりたいって言ったら裁判官になるか、そんなことはございません。難しい試験、難しい司法試験に通って、その中でもトップレベルで通らないと裁判官にはなれない、ね、お医者さんになりたい、どれでなれるか、俺は職業選択の自由が憲法で認められてる、ね、でも、はい、思っただけ、願っただけではなれません。国家試験を受けなきゃいけない、6年間の大学に行かなきゃいけない、中学校卒のバカでは、バカでは言いません、中学校卒ではできませんね、こんな感じです。いいですか。努力がいるんです。学業を伴いと、学業を伴いてね、それによって資格は与えられる。職業を選ぶには努力が必要だと、ね、いうことです、はい、そういうのはね、またやっていきます、はい。人種の字はね、あんまり試験に出ないので、まあ、軽く触れてくれです、はい。ここにこの項目ちょっとね、これコピペしてください。精神的自由のことを経済的自由、ね、はい、この辺はやってます。人種の自由ね、今やった、ね、はい、精神的自由、自分が学んだ知識やノウハウを講義、これね、私が大学とかね、予備校、専門学校とかで普段から講義をしております。で講義は自分がね、今まで勉強した知識をこれ使ってます。これね、この知識を講義するときに他の校長さんとかね、上司が競技内容を、私が講義している内容をチェックしたりとか、それを制限したりできません。後で生徒の人気によって給料を下げたりとか、それはできるけども、講義の内容を制限することができます。これが講師、学問の自由があるんです。私たちにはね。講師には学問の自由、講師の自由があります。ね、こういうのが精神的自由ですね。はい、次。経済的自由。あなたが行政書士や公務員試験を目指す。これは経済的自由です。ただし、試験に通らなきゃいけませんよ。ね。はい。ただ、その試験に通るために、ね、学問を勉強してなりたいと思うものを国が邪魔しちゃいけないということですね。はい、じゃあやっていきます。はい、次ね、憲法の歴史について勉強していきます。8月革命説、判例、学説が取っています。今ちょっとね、学説って言いましたけど、学説というのは、東京大学を筆頭に大学の、ね、教授が取っている説です。ね、もうこれほとんど今争いがありません。8月革命説。どういうことかというと、日本の歴史においては憲法は2つございます。現在の日本国憲法の前に明治憲法があります。伊藤博文がね、ヨーロッパの憲法をね、真似て作った、ね、明治時代に、はい、この明治憲法、欽定憲法、天皇陛下中心のね、明治憲法から今日本国憲法、国民主権の民定憲法に移った。全然中身違う。でこれ改正があったのか、はい、いいですか。明治憲法においても改正はなかったし、日本国憲法も今まで日本国憲法ができて70年以上、一度も改正されてません。厳しい改正、96条でね。で、改正行ってないのに、なぜ改正したと言っているのか。これは言葉のゴシックでございます。ゴシックでございますね。やっていきます。まず、明治憲法があったときに、第二次世界大戦で日本は負けました。負けるきっかけが8月に取ったポツダム宣言を日本政府が受諾、ね、これによってポツダム宣言を受諾したことによって明治憲法が改正されて、 GHQ が進める日本国憲法に改正したんだという後から、ね、つけた、ね、後付けの、ね、議論でございます。
これを取っておりますのでね。まあこれね、基本的人権と共有主体性というのはね、次にやっていきます。これは人としてね、人権の生きていく権利、食べたいものを食べる、買いたいものを買う、まあ、お金がいりますけどね、お金を稼がなきゃいけません。勤労の義務によってね、結婚する権利、ね、こういうのですね。はい、このような人権は制限されることがあるのか。制限されることは実はございます。一般大衆にはあまりありませんけども、次にですこれね、試験に出るやつ、未成年は制限されます。法人、会社も制限されます。外国人も制限されます。公務員も制限されます。在韓者、犯罪を犯して捕まった刑務所の中にいる人も、これも制限、人権制限されます、ね。こういうのを次の授業でやっていきます。じゃあ今日はここまでです、ね。次回をまたお楽しみに。しっかり今日のところ復習お願いしておきます。さようなら。